こんにちは、Nです。今日は私がザラホームから取り寄せた、カーフレグランスを開けます。開けるだけです。車の中もいい香りを嗅いでいたいというか満たしたいのでザラホームで買いました。そのカーフレッシュナーもドラッグストアに売っているようなよくある香りではなくてザラホームにあるような素敵な香りにしたいなと思いまして、でザラホームには私の好きなジンジャーリリーという香りがあるのであることを発見したのでもう買うしかないということで、でザラホームは5000円を満たないと送料が結構かかってしまうんですけれども、まあ、都心まで行って買うことを考えたら、電車賃とか例えば車で行くこととか考えたら全然安いので送料込みで買いました。本当に開けるだけなんですけど、ザラホーム初めてです。ザラの服の方はよく買うんですけどザラホームは初です。なんか入ってますね。はい、ザラホームですね。ジンジャーリリーカーフレグランスとありますね、まあよくあるそのエアコンの吹き出し口にかけるというかアタッチするものですね。こんな感じで入ってましたね。ザラホーム、ジンジャーリリーっていうのは百合のような香りがしてすごく爽やかなんですよ。甘い香りとか逆に男性的なムスクとかそういうのはあんまり好きじゃなくて爽やかな、ただフラワーフラワーもしてなくてすごく大人の感じの香りです。一回ザラホームでちょっと匂いを試してみてください。本当に素敵な香りです。香港にいる時に、GOD っていうライフスタイルショップで、あ、もういい香りがしてきた。ジンジャーリリーというのがあって、もうそこから、その時からのファンなんですよね。東洋的な香りがしましたから。はい、ザラホーム。こんな感じですね。いい香りがもうする。ということは、終わるのも早そうなんですけど。でも、いい香りに。満たされながら気分よく車の運転をしたいと思います。ということでザラホームのカーフレグランスを開けるというだけの動画でした。